皆さんこんにちは。グリースカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？伴侶や家族など身近な人間関係で苦労している、せっかく新しい人間関係が始まってもうまくいかないことがよくあるというふうに人間関係で悩んでいる方は多いかもしれません。A 子さんは穏やかで誰にでも親切な女性でした。でもなぜか A 子さんの周りには自己中心な人やわがままな人ばかりが集まってくるんです。例えば A 子さんの夫は自分に尽くしてくれる A 子さんをたびたび邪険に扱い、平気で外に愛人を作るような人でした。それでも A 子さんはきっといつかは夫も変わってくれると信じて耐えてきたんです。ずっと幸せな家庭を夢見てきた A 子さんには離婚という選択はありませんでした。エリートだった夫が突然リストラに遭い、家に引きこもるようになってからは A 子さんが一日中働いて家計を支えてきました。だから今度こそは主人も私を大事にしてくれるようになるだろうと思ったんです。でも実際は A 子さんが働いている間、夫は新しい愛人と浮気をしていたんです。私たちの人間関係は親、特に母親との関係をなぞることが多いようです。愛情豊かな親に育った人は大人になっても人間関係で苦労することはあまりありません。でも自分を認めてくれない親だったり、機嫌の悪さを平気で子供にぶつける親だったりすると、それが大人になった後も影響を与えます。なぜでしょう？自分を大切にしてくれない親に育てられると、大切にされないということに馴染みを持ってしまうからなんです。そのため自分を大切にしてくれる人がいてもかえって落ち着かない気がして遠ざけてしまったりするんです。親に認められずに育った人は自分をダメな存在として扱う人が現れると、そのことに一抹の寂しさがありながらもその人に親しみを感じてしまいます。そのことが寂しい人間関係を繰り返す原因になっているんです。子供は自分の親が大好きです。親に対する小さな子の愛というのは無条件だから、どんな親であっても子供は親を愛して受け入れます。そのためにひどい扱いをされても自分が悪い子だから、ちゃんとしてないからだと考えるようになるんです。このことはその人の自己肯定感を下げることになります。子供にとって親に愛してもらえないことは死を意味します。私たちは親にすら愛されないこんな自分を一体誰が愛するだろうと考えるんです。親にすら愛してもらえない自分には生きる価値なんかないと思ってしまうんです。もちろんそれは真実ではありません。親の機嫌を取ることに必死に生きてきた人たちは周囲の願望を察知する能力が研ぎ澄まされます。いつも親を優先してきたから、大人になっても周りの人を優先して自分のことは後回しにします。それが自己中心な人やわがままな人にとって好都合なことなので、そういう人ばかり引き寄せてしまうことになるんです。このことを頭で理解してもやめることが難しいのはなぜなんでしょう。それは自分の力で相手が変わる姿を見たいという願望があるからです。自分の愛の力で相手が温かい人に変わったら、子供の時に親を変えられなかったという挫折感を克服できる気がするからです。でもこの方法はほとんどうまくいきません。温かい人間関係を持つには
大切にされることに慣れていくしかないんです。これは体験したこともない人にとってはただ居心地が悪いだけではなくて恐怖心が働くような難しいことです。大切にされることになれるにはどうしたらいいんでしょう。それにはあなたが自分の中のインナーチャイルドを大切にすることから始めるのが近道です。どうぞ意識的にインナーチャイルドを喜ばせるために時間やお金を使ってください。おいしいものを食べるときは一緒に味わってください。インナーチャイルドの声に耳を傾けて今どんな気持ちがしているのか時々聞いてあげてください。それを続けていくと大切にされることにも慣れてきて温かい人間関係にも居心地の良さを感じられるようになります。そうするとあなたの周りの人も変わってくるんです。さあ今日の話どう思いましたか。悩みはあなたとあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫、あなたにもできます。では